This is CGTN, China Global Television Network. こんばんは。1月28日金曜日のニュースをお伝えします。今日お伝えするニュースはご覧の通りです。旧暦の正月にあたる春節を控え、習近平中国共産党中央委員会総書記は山西省を視察しました。習総書記は26日午後に郭州市と文政県を訪れ、民家に足を運び、山西省の災害復旧や秋冬の補充栽培、人々が冬を安全に暖かく過ごすための取り組みや貧困脱却の成果の上で農村振興を推進する取り組みなどを実地調査しました。王毅外交部長は27日アメリカのブリンケン国務長官と電話会談を行いました。王外交部長は当面の急務として、アメリカ側は北京冬季オリンピックへの妨害と台湾問題での火遊びをやめ、中国を封じ込めようとする反中国小グループを作ることをやめるべきだと強調しました。一方、ブリンケン国務長官は中米両国には共通の利益と相違点があるとした上で、アメリカ側は責任ある態度で意見の相違をコントロールする用意がある。また、一つの中国政策を堅持するアメリカの立場は変わっておらず、アメリカは北京冬季オリンピックに参加する選手を応援すると述べました。国防部は在フィジー中国大使館がトンガへ救援物資を緊急調達したと明らかにしました。国防部の五県報道官の発表によりますと、飲料水や食料、発電機、医療用品などを含む100万元相当の救援物資が27日朝にトンガの首都ヌクアロファの港に到着したということです。また今後は火山灰が降る中でも救援物資が輸送できる空軍輸送機と海軍艦艇を派遣する予定です。まもなく開幕する2022年北京冬季オリンピック。北京市内と郊外の延慶区、河北省張家口市にある3つの選手村が27日に正式にオープンしました。この日、フランス、フィンランド、イタリア、カナダなど20の選手団、およそ360人が選手村に入りました。選手村では、宿泊や飲食以外にフィットネス、娯楽、ショッピング、展覧会、会議、医療、交通などといったサービスが提供されます。選手村はベッドや椅子などの家具を提供していますが、選手団は自国から家具や家電を搬入したり、大会組織委員会を通じて購入したり、レンタルすることもできます。第1回グローバルメディアイノベーションフォーラムが26日北京市内で開催されました。このフォーラムは CMG チャイナメディアグループが中心となり、中国オリンピック委員会、北京冬季オリンピック組織委員会と共催するもので、テーマは科学技術オリンピックの共有です。世界78カ国と地域から合わせて145のメディアや国際機関の代表者がオンライン形式でフォーラムと関連イベントに参加しました。北京冬季オリンピック開幕にあたり、 CMG チャイナメディアグループの外国語キャスターがアジア・アフリカ地域の15カ国の歌手20人余りと一緒に歌う北京冬季オリンピック PR ソング共に未来へのミュージックビデオが発表されました。日本人アーティストのナナホさんがこのミュージックビデオに出演しています。ナナホさんは2020年中国最大のオーディション番組ユース・ウィズ・ユーに唯一の日本人として参加し注目を浴びました。その後、中国版ツイッターのウェイボーのフォロワー数が140万人にまで急増し、中国国内で大人気となっています。今後は16カ国それぞれのバージョンの共に未来へのミュージックビデオが
日本などのメディアに次々に登場する予定です。以上、今日のニュースをミンヒョがお伝えしました。